ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。チャオ。さあ今日は一体どんな解説をしてくれるのかしら？今回の解説はこれだ。イメージと違いすぎる詐欺商品について。今回はイメージと違いすぎる詐欺商品について紹介解説していくぜ。それでは解説お願いします。ではでは、ゆっくりしていってね。あら、どうしたの？魔理沙、今私は怒っているんだ。どうして？見てくれ。さっき買ったこのサンドイッチを。ほとんど具が入ってないわね。だろ？こんなの許せないぜ。これじゃあ詐欺商品じゃないか。なんか過去にもこんな詐欺商品が話題になったわよね。そうだな。私は詐欺商品に怒ったから、今回はいろんな詐欺商品を紹介していくぜ。どんなのがあるのかしら？まずはあの有名な天下のセブンイレブンから登場だ。さっき魔理沙が買ってたサンドイッチね。このサンドイッチを開いてみるとどうだ？この中身の少なさを見てくれ。中にはチーズとレタスが入っているんだけど、端っこに寄っているから圧倒的に少ないんだ。この置き方は悪意があるわね。だって、お客さんから見たらちゃんと具材が入っているように見える置き方をしてるもの。でも、買って開けてみたら、中身が少ないなんて、最悪ね。だろ？私がさっき買ったサンドイッチも同じだったから、食べた瞬間びっくりしたぜ。セブンイレブンのサンドイッチは全部がこんな状態なの？いや、それはないぜ。この人はたまたま外れを引いてしまったらしいから、運が悪いと詐欺商品レベルのものに当たってしまうかもな。運が悪いで済ませてほしくはないから、セブンイレブンさんにはもっとちゃんとバランスを考えてほしいわね。お次もサンドイッチと同じなんだけど、商品名のせいで余計に詐欺商品感が増しているやつを紹介するぜ。はみ出たタンドリーチキン風バーガー。え、もしかして、そうだ。文字通りはみ出ただけのタンドリーチキン風バーガーだ。正面から見たらボリューム感満点のタンドリーチキンが食欲をそそるんだけど、それはあくまで正面から見た時の話なんだ。カットして横から見てみるとあれ？ってなるだろ？あまりにも片側に寄りすぎてるから、これは詐欺商品と言われてもしょうがないわね。しかも、チキンのサイズ自体は他のバーガーに入っているのとあまり変わらないように見えるわね。私はこの商品を見た時に霊夢と同じで詐欺商品と言われてもしょうがないものだと思ったんだけど、もう一度商品名を見てほしいんだ。はみ出たとは書いてあるけど、大きさについては何も言ってないんだ。え、つまりこの商品は本来バーガーの中に収められる大きさのチキンを片側に寄せて、あたかも大きくてはみ出たように見えている商品ってこと？まあ、そうだな。一応嘘はついてないから許そうと思えば許せるんだけどな。限りなく黒に近いグレーな商品ね。これもなんとかしてほしいわ。これを買った人は味が美味しいだけに騙された気分になるのが残念と言っているぜ。お次はこの飲み物だ。そんなバナナミルク。この商品は何が詐欺なの？一見普通のパッケージだと思うのだけど。霊夢にはこの商品がどう見えている？この商品は蓋のギリギリのところまでバナナミルクが入っているから、たくさん飲めてお得な感じがするわね。と、思うだろ？霊夢よ、お前みたいな奴がこの商品詐欺に引っかかるんだぜ。え、意味がわからないわ。もしかして、味がバナナじゃないとか？もしそうなら誰でも引っかかるでしょ。違うぜ。この商品を飲み干してみると。どうだ？あれ？パッケージの上の方に液体が残ってる。わけないわよね。ってことは、ギリギリまで入っているように見えるデザインってこと？そうだ。とても紛らわしいデザインをしているだろ？いや、これは誰でも引っかかるわよ。びっくりするほど色が同じだから、明らかに悪意のあるデザインをしているわね。消費者庁に連絡した方がいいレベルで悪質だわ。ネットでは文字通りそんなバナナミルクって言われてるんだぜ。うまいことを言う人がいるものね。というか最初から損することを教えてくれていたのね。お次は違う意味のパッケージ詐欺を紹介するぜ。違う意味？これだ。AV 女優のパッケージ詐欺だ。そういう意味のパッケージ詐欺ね。ってことはこの外国人はこのパッケージに写っている顔じゃないわけね。そうだぜ。パッケージに写っている顔は金髪の白人女性で可愛らしい顔をしているだろ？もう、酔うものの代表みたいな顔しているわね。で、これが本当はどんな顔の女優なの？こんな顔だぜ。写真に写っている顔とは全く違うだろ？うわぁ。こんなのを引いた日には泣いてやる気がうせちゃうわね。でも、そうやってハズレを引くのも AV を選ぶ楽しさだって私の友達から聞いたことあるわ。霊夢よ、友達から聞いたってやつは大体自分の持論を言ってることが多いんだぜ。え、私はこんなしょうもないもの見ないわよ。もっとマシなものを見るわ。まあいい、次に行くぜ。お次はこれだ。これは、コメダコーヒーの商品かしら？そうだ。コメダコーヒーがあのゴディバとコラボした時に出た商品なんだけど。
写真のイメージではものすごく美味しそうなチョコレートのスフレがデニッシュの上に乗っているだろ。見てたらお腹空いてきたわ。それで、実物はどんなものが出てくるのかしら？それじゃあ、実物を見てくれ。完全にうんこ乗ってるわね。てか、チョコレートスフレじゃなくて普通にうんこ乗せてるんじゃないの？そんなわけないだろう霊夢よ。だが、このビジュアルは完全にうんこだよな。霊夢はうんこ味のチョコレートとチョコレート味のうんこどっちがいいんだ？それなら絶対うんこ味のチョコレートね。てか今そんな話してないでしょ。こんなのが出てきたら、たとえチョコレートスフレだとわかっていたとしても食欲は落ちてしまうよな。返品したくなるビジュアルよ。でも、店員さんに返品する理由を言うのも恥ずかしいわね。このチョコレートスフレがうんこに見えるので、返品したいですなんて言ったらこっちが頭おかしいと思われそうだわ。もしかしたらその絶妙な言いづらさを利用した店員の嫌がらせかもなわら。だとしたら、相当キレるやつね。お次は海外のパッケージ詐欺だ。海外は日本のと比べてなかなかのものが出てきそうね。最初はこれだ。可愛いパンダの飴かしら？これは何がパッケージ詐欺なの？可愛いパンダのパッケージをしているから、パンダの飴だと普通は思うだろ？だが世の中はそんなに甘くないんだ。袋を取った瞬間ただの白い飴に早変わりするんだぜ。あ、これは子供が泣いちゃうわね。顔があると思ったら、ないなんてなんだか子供がかわいそうに思えてきたわ。ある意味では理想通りにはいかないってことを教えてくれているのかもなわら。お次もキャラクターのキャンディーだ。このキャラクター見たことあるわ。VT ね。そうだ。パッケージに書かれているのは黄色い鳥の可愛い VT なんだけど、袋から取り出したらこうなるんだ。え、これは何のキャラクターなの？宇宙人か何かかしら？そう思うだろ。青い目が変なところについているから不気味すぎてこっちの方が子供が泣いてしまうだろうな。確かにこっちの方が確実に子供が泣きそうね。お次はこれだ。これは一目でわかるわ。パッケージ詐欺ね。ナッツが入っていると思われるチョコレートを買って開けてみたら、見える範囲にしかナッツが入ってなかったわけね。ものすごくせこいやり方だよな。私も初めて見た時はさすがに確信犯すぎてびっくりしたぜ。セブンイレブンのサンドイッチがマシに見えるレベルのせこさよね。チョコレートを固める時にあの範囲だけにナッツを入れるのは人間なのかしら？それともあの範囲だけにナッツを入れる機械があるのかしら？コストカットに厳しい社長がやってる会社なのかもなわら。お次はこれだ。これは何が詐欺なのかしら？中身の具がないとかかしら？それじゃあ、この商品のパッケージを開いてみるぜ。するとどうだ？あれ？切られているのかしら？そこを上手に包み紙で空間を消すなんてやるじゃない。人間の錯覚を利用して見事に繋がっているように見せてくれたわけね。まあ、これも一本丸々入っているなんて一言も書いてないからな。だとしても、理不尽なのには変わりないわ。最後に二つ紹介するんだけど明らかにパッケージ詐欺だからちゃんと見てくれよな。どんなのか気になるわね。紹介をなしゃす。まず一つがこれだ。フレッシュオニオンズだから中身は新鮮な玉ねぎが入っているのよね。霊夢、中身をよく見てみろ。これが玉ねぎに見えるか？目を細めれば玉ねぎに。見えないわね。どう見てもジャガイモだわ。そうだろ？だからこれは完全に中身が違うからパッケージ詐欺商品なんだ。でも、スケスケだから騙される人はいなさそうなのが幸いね。最後はこれだ。アメリカとかにありそうなマカロニとチーズとベーコンのハイカロリー料理ね。これは何がパッケージ詐欺なの？パッケージを開けるとこれだぜ。え？マカロニだけ？ベーコンが少ししか入ってないとかそんなところだと思っていたけど、そんなことはなかったわけね。これも完全にパッケージ詐欺だろ？というか訴えたら勝てるレベルで何も入ってないのは驚きだよな。そうね。だって、チーズすら入ってなさそうだから最初からマカロニだけを売るつもりだったでしょうね。逆に潔くてすがすがしいまであるわ。世の中にはいろんなパッケージ詐欺があるだろ。こんなしょうもないことをするぐらいなら値上げでも何でもやってくれよって思うよな。もしパッケージ詐欺の商品を買ってしまったら、作った会社のやつをボコボコにしたいわね。引き続きこのチャンネルでは、世の中の闇を紹介していきます。この動画が良いと思ったらチャンネル登録高評価。ベルマークの通知登録も忘れずにオンにしておいてね。それじゃあ次回の動画でお会いしましょう。次も絶対に見てちょうだいな。それじゃあ、バイバイ。